それでは127期の清水亜美選手、そして山下奈緒選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ういういですね。そうなの、初めてお会いしますので、はい、よく存じ上げておりませんので、そうか、一回も走ることのないモッキーやったんですね。はい、はい、あ、ちょっと自己紹介してください。していただきましょう。じゃあ当番の若い子から。はい、5151大阪支部の山下奈緒と申します。ボートレーサーになる前は柔道やってました。じゃあ、はい、後で聞きましょう、はい、じゃあ、はい、清水選手行きましょう。5163山口支部の清水亜美と申します。よろしくお願いします。あの、まず今節、我々一番話題になったのが清水選手の下の名前なんて読むねんと、あいみ、まなみ、いろいろ出て、まあ、僕はラブ見ちゃうかって言ったんですけども亜美選手、はい、なんかちょっとでもボートレーサーにいい名前ですよね。愛の海という。あ、海だから、ね、なんかごめんなさい、おばちゃんは考えちゃいましたいや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 なんかいい名前じゃないですかね、はい、愛されてるという感じですね、うん、はい、ぴったしね、はい、あのボートレーサーに、じゃあまずなられたきっかけ聞きましょうか。と母子家庭だったので高収入という点に魅力を感じてなろうと思いました。さすがや、いいコメントです。隣におられる鵜飼選手も私の好きなコメントです、それは鵜飼選手の時は、はい、あの男女募集で、ほんで、ね、年収が800万でしたっけ。そう、800万ぐらい、はい、800万って書いてて、まずこの女子でもなれるんや言うて、はい、ボート場に来たその足でもう事務所飛び込んだんですよね。感謝もらって、はい、すぐ受付出して800万が欲しいと思って今その倍の1600万やもんね、はい、もうそんなになるの。そうなんですね、平均年収1600万。じゃあ1600万稼げるように頑張ります、頑張らなきゃ、はい、でもしばらくの間ちょっとね、お母さんも心配やね。じゃあね、ヒヤヒヤしてレース見たからやもんね、はい、うん、さあそれじゃ あ山下先生、どうしてこうボートレーサーになるんですか。柔道やってる時から体格ちっちゃかったんで、うん、あと見た時にかっこいいなと、できんちゃうからみたいな。どこで見た。住之江です。住之江行ったきっかけはない。は、あの幼馴染のお父さんに連れて行ってもらって、で見た時にちょっと憧れてやりたいなみたいな感じ。かっこいいなと思って。その時には年収1600万円は頭はなかった。なかったです。ただかっこいいなみたいな。あ、いやでもみんなかっこいいっていう選手多いもんね、やっぱり。うん、はい。鵜飼さんらはその自分らがかっこいいという存在やと思われてるっていう感じに乗ってることはないですか。私たちは 3K って言われてた時代に出てきたのでああそうか、危険とかね、うん、そう、汚いとか、うんうん、今と全然違いますもんね。ネガティブな感じでモーターボート業界があったので、うん、もう今みたいに花形の職業じゃなかったので、うん、今はよろしいんじゃないですか。よろしいんじゃないですか、はい、まあ、それ鵜飼さんらがもう作ってきた、ね、こう道ですからね、ようやくここまで花開いて自分の夢が叶う、ね、うん、いい職業だと思います、うん、はい、山下選手はその柔道やってたのは、はい、なんかこういいとこまで行ってたんですか。はい、全国大会は10回以上で、めっちゃ強いんや。おー、すごいですね。すごい、投げられちゃう。投げられちゃう投げてほしいと思ってるファンの人もいると思いますけど、はい、クラウドファンディングしたら結構ええねえ作っちゃいます。親父ギャグはやめてください。なんかスポーツやってたんですか、清水選手。中学生の時は陸上部で、高校でバスケットやってました。やっぱりみんな運動してますね、うん、私帰宅部だったの。あ、そう、そう、え、帰宅部でそんなあんなに強くなったんですか。運動部に入ってなかったし、何やらしてもどんくさい。いやでもそんなとこから伝説を数々生みましたね。なんかやっぱりスポーツやってる方が絶対有利に思いますもんね。そうだから、元巣時代もスポーツ上がりの同期にはもう全然勝てなかったですね、うん、腕立て伏せもできなかったし、腹筋もできなかったし、何にもできなかった。まだ言うときますよ、女子選手がほとんどいない時代の話ですからね。同期が多かったんですよね。そう、女子がね、はい、今はまあお二方同期ですけど、はい、えー、
ちょっとじゃあ互いに今度はタコ紹介してもらおうかな。自己紹介じゃなくてタコ紹介、はい、山下選手から清水選手どんな選手か、清水選手から山下選手どんな選手か、ちょっとどんな子かどんな人か、言いづらい。アミは、うん、もうバリ思いっきりがいいですね。バリ思いっきりがいい。ターン見ててもバーンみたいなやるんですけど、もうそれうまいこといかんかった。チリでね。へこむの。バリ思いっきりええけどうまいこといかんかったらへこむ。泣きます。泣くねや。ほんなら清水選手から山下選手見て。めちゃくちゃ面白くて、旋回じゃないんですけど。旋回が面白かったら面白い。人的に面白くて、うん、あの養成所ではお風呂でずっと歌ってました。歌ってた。あ、歌がうまい。うまくないですね。歌うまい。うまくない。うまくないです。まあ面白いのはやっぱりこれが大阪人かと思ったんちゃう。思いましたね。何人いるの女の子だと。14人全員で。え、そんなにいるの？はい。私と一緒ぐらいのね。ああ、そうですね。今多いね。じゃああと12人。あと10人います、ね。すごい、いっぱいいますね。はい、楽しみですね。楽しみですね。さあ、それではですね、ちょっと今節、まあ、まだ2方ともあれですね、水神祭まだです。まだです。まだです。もうトースポウェブはね、水神祭呼ぶ動画と呼ばれてるんで。そうなんですか。そうなのよ、もうめちゃくちゃ撮ってきてんのよ。はい、ですからまあなんとか2人の水神祭も撮りたいなと期待しておりますんで、服の紙もついてるし、はい、関節もう今の常滑のパワースポット化してますからガイズですかね。はい、じゃあ、最後にお二方抱負を、じゃあ当番の若い山下選手から。はい、スポが来てるということなんで、ぜひ水神祭目指して頑張りたいと思います。清水選手、今季はデビュー期最後なので、最後に水神祭できるように頑張ります。はい、期待しております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。